さっきの話にとっての予防で、なんで、ね、いや置き換えたんださこの間、いやなんでね、印象がね、借金の話動かすの置き換えたの。今っていうのはついこの間、先月家掃除したっき悪夢の借り入れ明細が出てきたから、それがそんなこともあったなと思って、昔のね借り入れ明細みたいに出てきた。まあ、一番最初に書いたのが小川ってやつから10万書いたの最初。でそもそもそれって結局、まあ、パスワードだったの。近所に当時住んでた家の近所にマルハンができて、その時ギリギリ 4号機の時代だったので、あれでさ、まあ、番長とかその辺が、まあ、ちょっと出始めて、まあ、そのノリで、まあ、以上パスやんねえのかと言って言ったのがきっかけだった。でそっから、まあ、そんな面白いと思ってなかったんだけど、まあ、通ううちに、まあ、ハマってた、いつの間にかハマってみたいな。話戻るけど、第一、その、まあ、大体その時の給料ってさ、月に手取りで9万か10万ぐらいしかもらったら、変な話、いや、今の半分とかさ、要は、給料ね。ああで、まあ、当時、まあ、やってた仕事の時間自体が短かったから、まあ、金なかったんだけど、それにもやっぱり、まあ、やめなかったよ、その時は。で初めてアコムからキャッシングした時、結局、まあ、なんていうのかな、自分の金みたいな、錯覚するっていう。結局、こう、借り入れできる金額が自分の金だと思い込んじゃう。まあ、当時、その、発送とかって、今ほら、一応まあ、表上では出てないけど、イベントがやってたの。7のつく日、7の力、丸。丸半とかさ。あとまあ、ベガスだったら、ベガス、あ、9のつく、決戦イクベガスとか、結構仕事帰りに結構行ってた。ハッピーだったら、ハッピー8とかさ。うん、結構行ってて。俺プラス、麻雀もやってたもん。その時から。で、その時ってさ、結局まあ20とか22とか結局学校で高校で初めて麻雀覚えて、で要は学校のまあ部活とかその帰りに俺ん家で遊戯王をやってからのそっからの自宅麻雀って結構知る。そこでまあ初めて麻雀覚えて、その時そのきっかけって要はカズキってやつがいて、でまあそいつが結構俺ん家に遊びした。でまあそいつの親父が結構その、まあ、麻雀とか好きで、結構なんかその自宅に雀荘のメンバー招いて結構やったらしいんですよ。そこで覚えたんですよ。神吉チャンネル。